の鈴木信之選手です。お願いします。お願いします。最近、まあ、昨日もそうですが、最近番手回りがちょっと多い中で、はい、ご自身の心構えっていうのはありますか？まあ、基本、まあ、やめるまで自力出なくなるまではやりたいなって感じはあるんで、はい、こう番手回りで気をつけることって、前がダメだった時に自分でどうにかできるように考えておくのと、あと前を残せるようにですね、活かせるように、まあ、作戦の段階からも話し合ってって感じですね、はい。ビッグレースなんですが、まあ、昨年21年以来、9月に青森の共同通信社杯でビッグレースに復帰しましたけれども、はいはい、こうビッグレース走っていてこう感じることってあります？3、4年前走れてる頃の極端に言うと赤番のタイム、残り2周のタイムがだいたい27秒ぐらいなんですけど、今24秒が平気でポン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 あるんで、記念クラスでなんかそこ3秒上がってるんで、で最初タイムは一緒なんで、その分スピードがやっぱ速いですよね、展開が、まあ、本当にスピード競輪化したっていう、そうですね。4年前とかだと多分2段掛けするような番組でやり合ったりとかだったら結構見るんですけど、それ以外はあんまり見なかったんで、はい、ベースが多分みんなかなり強くなってる感じはありますね。鈴木選手自身も腰のヘルニアとこう付き合いながらになっていますが、はいはい、こう何度も何度もこう怪我で出場できない期間もある中で、こう不屈の精神といいますか、頑張れる理由って何ですか？単純に自転車が好きで競輪が大好きなんで、やめる理由が1個もないんで、まあ、歩けなくなったりとか2足かかればやめようかなっていうぐらいの気なんで、まあ、別にその危ない走りで死んでもいいとは思ってないですけど、まあ、別にそのゴールして心臓止まって死んでもいいかなと思ってるんで、はい、だからそれぐらい楽しいですね、僕的には。はい、じゃあその一戦一戦競輪が好きだ、自転車が好きだという思いをぶつけて、そうですね、なんか見てて、まあ、あの良かったとか面白かったって言ってもらえればいいなって感じです。はい、まだちょっと準決勝のメンバーは確定していませんが、はい、明日以降への意気込みをお願いします。とりあえず画面に収まるようにとこの前いいとこ入れれば、はい、勝負できるように、まあ、気持ちだけ強く持って頑張るんで、また応援してください。